ジャクソン・ランディ・ローズは、ジャクソン・ギターズが1981年から製造しているエレクトリック・ギター。オジー・オズボーンなどで活躍したギタリスト、ランディ・ローズのために制作され、その頭文字を取って、RR とされることもある。ジャクソン・ギターズのホームページでは、ローズと表記されている。日本では、ランディ V、RRV と呼ばれることもある。この最初のプロトタイプは、 シャーベルギターのグローバー・ジャクソン、ティム・ワトソン、マイク・シャノンによって制作され、白地に黒のピンストライプが施された非対称のフライング V であった。ネックとボディにメープル、フィンガーボードにエボニーを用い、ミディアムフレット、ストラトキャスタースタイルのトレモロユニット、セイモア・ダンカンのピックアップを搭載していた。このプロトタイプは、シャーベル社で制作されたもののうち、ジャクソンのブランド名を帯びる。 最初のギターとなった。このギターは当初、ザ・オリジナル・シンと呼ばれる予定であったが、ランディローズは、その白く洗練された形状から超音速輸送機、コンコルドに見立てて、コンコルドと名付けた。ランディローズは、第一のプロトタイプが、元々のフライング V から10分に異なっていないと感じていたので、次のプロトタイプでデザインをし直した。彼のデザイン案は、楽器の角、 をサメのヒレのようにより鋭角にすることだった。二番目のプロトタイプはこの改定されたデザインが採用され、黒いボディに金色のピックガード、固定式、テールピースが搭載されていた。このギターはグローバーのロッキングチューナーとセイモアダンカンのピックアップが搭載された。さらに二つのプロトタイプが作成されており、プロトタイプは合計で四本ということになる。 もう一本のウラ裏道シモデルおよびもう一本の黒色、ブラス製トレモロ、リバースシャークフィンインレイのモデルが準備されていた。しかし、これらの2本が完成する前の1982年3月に、ランディローズは航空事故で死亡したため、これらについて本人からのフィードバックを得ることはできなかった。これらのギターは完成すれば、 ジャクソンギターズのブランドから一般に販売される最初のギターとなるはずのモデルであった。ランディの死後、ランディローズモデルは人気を得、ジャクソンギターの名前を有名にするのに一役買うことになった。ジャクソン RR1 当時キッスのギタリストであった、ビニー・ヴィンセントがキッスのアルバム、クリーチャーズ・オブ・ザ・ナイトと、リック・イット・アップのツアーで使用し、ランディローズの死後初めて、 ランディローズモデルを使用したプロギタリストとなった。キッスリー脱後のヴィンセントはランディローズのデザインに V の角を追加し、二組で都合4つの角が影のように折り重なるデザインを生み出した。ジャクソンギターズは1985年から1988年の間にヴィンセントのために少なくとも3本のランディローズモデルを元にしたギターを提供しており、また約25本が カスタムオーダーされ、一般に販売された。このデザインは、後にカービン、アイバニーズ、ワッシュバーンにコピーされ、ビンセントのために提供された。2001年には、チルドレン・オブ・ボドムとシナジーのギタリスト、アレキシ・ライホとローペラ・トバラは、彼ら自身のカスタム・ランディ・ローズモデルを所有していた。これらは、アルダーのボディにスルーネック、24フレットで、エボニーのフィンガーボード、 白いボディ、金色のハードウェアが搭載されていた。また、電装系統には、10-1000プリアンプとザ・ジャクソン J-50、BC ピカップの組み合わせが搭載されていた。このモデルは、ジャクソン・ランディ・ローズ・エル・エルと呼ばれる。ただし、両社のモデルは、全く同じであったわけではなく、アレキシライホンは黒、白、木のベベル、金色のハードウェアのモデルを使用しており、 ローペラとバラは反転クロスインレイが施された黒いランディローズモデルを使用していた。これらのモデルは彼らの所属していたバンドのビデオで確認することができる。ジャクソンは24フレットランディローズモデルの黄色いベ、ベルが施された黒いボディのモデルを限定で販売したが短期間ですぐに完売した。ありがとうございます。